リチャード・ドブス・スペイトは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州の政治家であり、アメリカ合衆国憲法の署名者であり、連邦党員として、ノースカロライナ州知事を1792年から1795年まで、務めた。ノースカロライナのニューバーンで、植民地王室書記官の息子として生まれた。8歳の時に孤児となり、アイルランドの学校に送られ、グラスゴー大学を卒業した。 1778年、ノースカロライナに戻り、1781年までアメリカ独立戦争の間、リチャード・キャズウェル将軍の副官を務めた。1779年にノースカロライナ議会議員に選ばれたが、この選挙に異議申し立てがあり、当選が取り消された。1781年に再度選ばれ1783年まで務めた。 衆議会は1782年から1783年の大陸会議代表にスペートを選んだ。スペートは1785年から1787年までノースカロライナ会議員を務め、会員議長にも指名された。1787年、アメリカ合衆国憲法を起草するフィラデルフィア会議の大議員となり、29歳で憲法に署名した。 1788年3月24日、メアリー・リーチと結婚した。その息子リチャード・ドブス・スペート・ジュニアは、後の1835年に、ノースカロライナ州知事になった。メアリーは1791年にニューバーンのトライアン・パレスで開催されたジョージ・ワシントンを称える、舞踏会で、ワシントンと最初に踊った淑女として、著名になった。 1776年のノースカロライナ憲法の下で、スペートは1787年に知事候補となったが、議会の議決で敗れた。1789年には、アメリカ合衆国上院議員の候補にもなったが、再度敗れた。1788年、アメリカ合衆国憲法を批准するための集会議の一員となり、スペート自身は批准に賛成したが、 会議は批准を否決した。スペートは健康を害したために数年間正解から身を引いた。1792年に会議員として復帰し、同年に州知事に選ばれ、また会員では2期再選された。知事を務めている間に新しい州トローリーが選ばれ、ノースカロライナ大学チャペルヒル校が新たに認可された。スペートは知事の間に ノースカロライナ大学の理事会議長を務めた。知事職は憲法で任期3年が規定されていたので、1795年に知事を辞任した。1798年にはアメリカ合衆国会議員に選ばれ、ネイサン・ブライアンの残された任期を埋めた。1799年に再度会議員に選ばれ、1801年まで務めた。 この時連邦党員として選ばれたが、州の権限に関する見解によって、トーマス・ジェファーソンの民主共和党と近しくなった。会員議員に再度立候補したが敗れ、州政府に戻って、1801年から州上院議員を務めた。1800年の会員議員選挙で、スペイトを破った連邦党会員議員ジョン・スタンリーと決闘し、この時に受けた傷がゆえで1802年9月6日に、 死んだ。スペートは、故郷のニューバーンに埋葬されている。ウィスコンシン州マディソンの中心街にあるスペート通りは、スペートの栄誉を称えて名付けられた。マディソン氏の主な通りの大半は、アメリカ合衆国憲法署名者の名前を付けられている。ありがとうございます。